多方動物通寺は、広島県三原市にある寺院で、臨済修物通寺派の本山。三号は、本山。本尊は、釈迦如来。中国三十三観音霊場第十二番札所。山陽花の寺二十四か、寺第十一番札所。紅葉時期の景観は素晴らしく、県内屈指の紅葉の名所として、多くの参拝者や観光客が訪れている。 我が罪をお許し受けて、今日よりはふつに通う心嬉しき物通じは、1397年、小早川春平の会期、愚中衆及びの解散により創建された。春平は奉公衆として、京都で足利将軍家に仕えており、同僚の中宗安と親しかった。春平は宗安から、中市の所領にある、天寧寺にいる愚中の名声を聞き及び、彼を招いて、 宇治寺を建立することで、南北朝時代の動乱の最なか自立性を強めた一族内の結束を図ろうとした。仏通寺の名は、愚獣州及びの市である即休憩領を環状解散とし、その死後を普通禅寺から取られており、場所は下記山水の地を選んで建立された。1409年には五小松天皇から死の着用が許されたが、 同年愚中は自弱、以後弟子たちは愚中派として臨在宗の中で一派を形成した。1441年が鹿ヶ将軍家の祈願書となり、小早川氏の他も織氏の保護も受けの帰依を受けて、最盛期には、達中88、西日本に、松寺役三千寺に登ったという。しかし、応人の乱以降寺勢は衰え、 小早川高陰の代でやや盛り返すも、その後の権力者の偏典の中で取り残されていった。明治維新後は、上地により、治療を失い、書道は荒廃していった。1876年に、臨済収穫派が独立すると天竜寺派に属したが、浅野氏の介護により、同年に含む、秋ラインが再興され、その後は、地蔵堂が改修され、三門が建てられた。 そして1905年には天竜寺から独立して臨在修仏通寺派を称し、その本山となった。普通寺の犬巻は広島県指定天然記念物。山道正面左側、県道55セント仏通り寺川に架かる巨、上場見橋の間にある。樹高約20メートル、強行間位3.52メートルの犬巻の巨木。メカブ。 普通次解散の愚中集及び前寺のお手植えと伝わる。広島県三原市高坂町元山22。ありがとうございます。